スカロクの祠は、ハイラルの監視塔の眺望台の東の湿原の馬宿の近くです。監視塔の眺望台から上空に飛んでパラセールで向かうと良いでしょう。湿原の馬宿のすぐ近く。湿原の馬宿から出てすぐ南の方にあります。スカロクの祠内に入りました。この祠は、玉を運んで一緒に進んでいきます。まっすぐ進んで玉のあるところに落ちます。球の近くに車があるので、ウルトラハンドで玉を乗せて接着します。自分も乗り込んでタイヤを叩きます。すると車が動き、溶岩の中を移動できます。溶岩を渡ったら玉を外してウルトラハンドで持ちながら進みます。次はレールにある石をウルトラハンドで上の方に流しましょう。離すと石は戻ってきます。玉を戻ってきた石の上にウルトラハンドでくっつけます。近くのはしごを使い上に登りましょう。戻れ子で石を戻します。すると、石と玉が上に上がってきます。ウルトラハンドで玉を掴んで外しましょう。球と一緒に先に進みます。水の底に宝箱があります。ウルトラハンドで掴んで取りましょう。ゾナニウムの強剣、ゲットだぜ。次は、周りの板やはしごを使って長い橋を作ります。こんな感じで、どんどんくっつけて長い端にしていきます。
長い橋を架けたら、ウルトラハンドで弾を運んで橋を渡りましょう。渡って先のくぼみに乗ると扉が開いて先に進めます。ウルトラハンドで弾と一緒に扉の中に入り、先のくぼみの中に弾をはめ込むとクリア。ご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。